旗の番クールは日本の競走馬、種牡馬。主な勝ち鞍に2012年のジャパンダートダービー、2013年の川崎記念、ブリーダーズゴールドカップ。名前の由来は、冠名、勝利者。2011年11月20日、京都競馬場での2歳新馬戦でデビューし、13着。2戦目で勝ち上がり、ラジオ日経杯2歳、ステークス15着を経て3歳初戦の500万、下条件戦で2勝目を挙げる。4月中山競馬場の福領ステークスで3勝目を挙げ、続く、丹後ステークスも勝って、オープン特別を2連勝。7月11日の大井のジャパンダートダービーでは、先行したトリップを差し切って1馬身差を抑え、重賞初制覇を GI 競争で果たした。秋以降は、古馬と対戦し、宮古ステークス10着、ジャパンカップダート8着と2戦振るわなかったものの、東京大賞典では、ローマンレジェンドの2着と巻き返した。4歳となった2013年、初戦の川崎記念は1番人気のワンダーアキュートの追撃を封じて GI2 勝目を果たした。その後も JRA のダート重賞、ダートグレード競争を転戦し、大オライト記念2着、平安ステークス5着、帝王賞4着とした後8月門別競馬場でのブリーダーズゴールドカップは3連覇がかかっていたシビルウォーを2馬身半差下して、重賞3勝目を挙げた。秋に入って、白山大賞典2着を経て、出走の JBC クラシックは、北高樽前の11着に終わり、入選後に騎乗していた4位広文が下馬。その後の診断で左前足浅屈腱炎を発症していたことが明らかになり、11月9日付で競走馬登録を抹消された。以下の内容は、ジャビスサーチ、netkeiba.com 地方競馬全国協会に基づく。引退後は、種牡馬入りが発表され、一旦は、アロースタッドに入厩するも足元の状態が良くなく、一旦対馬やし、馬体の立て直しのため生まれ故郷のグッドラックファームで2年ほど、静養した後、2015年12月に再度、アロースタッドに入厩して2016年から、種牡馬として供養されている。ありがとうございます。